パーベル・ミリコーフ、パーベル・ニコラエビチ・ミリコーフ、ミリコフロシア語、ラテン文字表記の例、パーベル・ニコルヤビッチ・ミリコブ、1859年1月27日、ユリウス歴1月15日 -1943 年3月31日は、帝政ロシアの歴史学者、政治家、帝政末期の自由主義政党、立憲民主党、カデットの領収の一人、 リボ不幸を主犯とする臨時政府で外務大臣を務めた。建築家の家に生まれ、モスクワ大学の歴史、言語学部に入学し、バシリーク・リュチェフスキーのもとで、ロシア史を学んだ。学費を賄うために、掛け持ちで家庭教師をする必要があったという。モスクワ大学で、専任講師となったが、自由主義的な社会活動を行ったため、当局から圧迫を受け、 1895年に教職を解雇された。さらに、1900年2月に社会思想家、ピョートル・ラブロフの追悼集会で司会をしたため、半年間投獄された。ミリコーフは、著書、ロシア文化史外論の第三巻を投獄中に脱稿している。釈放された後、アメリカに渡り、シカゴ大学教授を務めた。ロンドンに滞在した時は、ラムゼー・マクドナルドや、 ピョートル・クロポトキンと会って話し、さらに、ウラジミール・レーニンと今後のロシアについて話し合ったという。歴史学者としては、コンスタンチン・カベーリン、W、コンスタンティン・カブリンとボリス・チチェーリン、W、ボレス・シー・イカーンらの思想の研究をしていた。さらに、チチェーリンらによる国家学派、19世紀ロシア歴史学の中心となった学派を検証しつつも、 これにオーギュスト・コント、ハーバート・スペンサーの社会学理論を取り入り、独自の文化的歴史交渉を行った。1902年、ピョートル・ストルーベの自由主義的政治史、解放をオースバ・ボージア・デニーに匿名で寄稿した。そして、1905年第一次ロシア革命が勃発すると、立憲民主党、カデットを結成し、事実上の党首となる。1907年には、 第3国会、ルーマに当選し、立憲民主党の議員団長となり、主に外交政策の分野で活躍した。1914年第1次世界大戦に、ロシアが参戦すると、ロシア国内は一時的に愛国心が高揚する。ミリー候補も戦争を強く支持したため、ロシアの軍事目的となっている、ダーダネルス海峡に、地味・性敵から、 ダーダネルスのミルコーフの異名を立てつられた。また、ミルコーフの次男は第一次世界大戦で戦死している。第四国会では政府の無能無策ぶりに批判が集中し、1915年、立憲民主党は10月17日同盟、10月党、オクチャブリスト、シンポ党などとシンポブロックを結成し、全議員の約4分の3を抑えた。ンポブロックは 皇帝が恣意的に任命した内閣ではなく国会の信頼を得た内閣を求めるようになった。1916年立憲民主党は正式に政府と対決する方針を採択し11月国会が再開された。ミルコーフはボリス・スチュルメル首相、そしてラスプーチンを激しく非難する爆弾演説を行う。ミルコーフは政府を攻撃する中で これは、愚かさか、または、裏切りかと繰り返すと、議員たちは、愚行だ。裏切りだ。両方だ。と叫んだと伝えられている。ミルコーフ演説は、内閣総辞職を要求し終わった。ミルコーフの政府断崖演説の効果は絶大であった。政府は演説の新聞掲載を禁止したが、この処置に意味はなく、数百万ものコピーが、 国内は元より前線の兵士たち留付する結果に終わった。こうして、ミルコーフの演説は、革命的熱狂をロシア国内の諸勢力に巻き起こし、革命の実現に大きな役割を果たしたとされる。1917年2月革命により、皇帝ニコライ2世は退位し、臨時政府とソビエトの二重権力体制が生じた。 ミリコーフはあくまで立憲君主制を維持することを望んでいた。しかし事態は彼の予想を超えてあまりにも早く動いた。3月2日、ゲオルギー・リボフ公爵を主犯とする臨時政府が成立するとミリコーフは外務大臣に任命された。このほか、陸海軍大臣にはグッチコフ、司法大臣にはケレンスキーが任命された。外相としてミリコフは いかなる犠牲を払ってでも平和を求める世論に対しては断固として反対した。1917年4月20日に臨時政府は連合国に所管、いわゆるを送った。この中でロシア連合国側で戦争を継続することを約束した。勝利に終わるまで戦争を遂行するという未事交付の決定は沿線気分に満ちたロシア国民の怒りを買う結果となった。 ペトログラードの労働者、兵士たちはデモを行い、ミリコーフとグチコフリック海軍大臣は辞任を余儀なくされた4月危機。1917年10月、10月革命によってボリシェビキが権力を掌握し、ソビエト政権が樹立されるとミリコーフはペトログラードから脱出した。以後、南ロシアに拠点を移し、1918年から国内戦が始まると白軍。 白を守る軍、反革命運動側の指導者となった。その後、ロンドンに亡命し、ロシア解放委員会を設立して、週刊誌、新ロシアを発行するなど、イギリスから白軍を支援しようとした。さらにパリに移り、1921年から1940年にかけて、編集長としてロシア語新聞、最新ニュースの発行に携わった。パリでは、社会革命等、 人民社会党、農民ロシアといった組織の亡命者と連携して反ボリシェビキ勢力の結集を図ったがうまくいかなかった。ミリコーフを狙ってしばしば暗殺未遂事件が起きたがミリコーフ自身は辛くもそれを逃れた。ミリコーフ暗殺未遂事件の中にはロリータの作者である小説家ナボコフの父ウラジーミル・ドミトリエヴィチ・ナボコフがミリコーフを かばおうとして殺害された一件もあった。1930年代には再び歴史学者として研究を始めた。第二次世界大戦中もフランスにとどまり、1943年に病死した。ロシア文化史がアイロン、第二次ロシア革命史、天気に立つロシア、回想録。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。